ヤニック・シナーは、イタリア産管理都出身の男子プロテニス選手。ATP ランキング自己最高位は、シングルス14位、ダブルス127位。これまでに ATP ツアーで、シングルス3勝を挙げている。身長188センチメートル、体重76キログラム。右利き、バックハンドストロークは、両手打ち。2歳半で初めてラケットを握り。 3歳の頃にテニスを始めた。しかし、幼少期はイタリアスキーのジュニアチャンピオンに輝いた功績を持つほどスキーに熱中し、テニスに本格的に取り組むのは13歳になってからであった。2月のベルガモチャレンジャーの決勝で、ロベルト・マルコーラを2から0で下し、2001年、生まれ以降では初めてとなる ATP、チャレンジャーツアーシングルス初優勝を達成。三月には、 ITF フューチャーズのトレントとプーラで優勝した。4月のハンガリーオープンで予選を勝ち上がり本戦入りし ATP ツアーデビューを果たした。初戦はマーテー・バルクスを2から1で下し ATP ツアー初勝利。2回戦ではラスロジェレ相手に0から2で敗れた。翌週のオストラバチャレンジャーでキャリア2度目となるチャレンジャー決勝進出となったが、 カミル・マイフ・シャックにストレート負けし準優勝となった。5月の BNL イタリア国際でワイルドカードで本戦入りし、マスターズ戦初出場。1回戦でスティーブ・ジョンソンを2から1で下し、マスターズ初勝利。2回戦でステファノス・チチパスに0から2で敗れた。ウィンブルドン選手権は予選1回戦でアレックス・ボルトに1から2で敗れ初戦敗退となった。 8月初旬のレキシントンチャレンジャーの決勝で、ボルトに2から1で勝利し、2回目のチャレンジャー優勝を果たした。同月下旬の全米オープンでは、予選3試合を勝ち上がり、グランドスラム本戦初出場を果たした。1回戦で、第23シードのスタンワウリンカに1から3で、敗れた。10月のヨーロピアンオープンでは2回戦で、ガエルモンフィスを2から0で破り、 タイトップ58勝利を挙げた。この大会では準決勝進出を果たしたが、ワウリンカにストレート負けした。翌週のエルステバンクオープン1回戦でフィリップ・コール・シュライバーを下したことにより、シングルス世界ランクトップ100入りを果たした。11月初旬のネクストジェネレーション ATP ファイナルズではワイルドカード出場し、決勝進出。決勝ではアレックス・デミノーを ストレートで下し優勝した。全豪オープンでは、初戦のマックスパーセルをストレート勝ちし、グランドスラム初勝利を挙げた。2回戦は、マートン・フチョビッチに、ストレート負けした。2月の ABN アムロ世界、テニストーナメントでは2回戦で、ダビド・ゴファンを2から0で下したいトップ10初勝利を、挙げた。新型コロナウイルス感染症の世界的流行による、ツアー中断中、 7月のベッド 1A せずに参加。第1トーナメントでは、準々決勝のトミー・ハースを2から1で下したが、準決勝のドミニック・ティームに0から2で敗れた。続く、第2トーナメントでは、準々決勝のカレン・ハチャノフ、準決勝のロベルト・バウティスター・グートを共に2から0で、下したが、決勝で再び、ティームと対戦して0から2で敗れた。9月の全米オープン。 一回戦のハチャノフに、セットカウント2から0でリードしていたものの、逆転負けを喫した。BNL イタリア国際の二回戦では、当時六位のステファノス・キッチパスにフルセットで勝利、同大会は三回戦のグリゴール・ディミトロフに、フルセットで敗れた。10月の全仏オープンでは、一回戦で、第十一シードのゴファンを、四回戦で、世界ランク七位のアレクサンダー・ズベレフを破り、 ベスト8進出を果たした。この全仏ベスト8入りは2006年のノバク、ジョコビッチ以来の若さである。また全仏初出場ベスト8も2005年のラファエル・ナダル以来である。準々決勝では第2シードのナダルにストレートで負けた。同月行われたベット1ハルクス選手権では準決勝、アレクサンダーズベレフに0から2で敗れ、ベスト4。11月のソフィアオープンでは、 ヒュースラー、デミノー、マナリノラを下し、ATP ツアーで初めて決勝進出。決勝では、バセクポスピシルにフルセットの末勝利し、ツアー初優勝を達成した。1月に、アデレードのエキシビジョンマッチに参加。クライノビッチとジョコビッチと、それぞれ1セットマッチで対戦したが、それぞれ3から6、3から6で敗れた。2月に、メルボルンで行われた。 グレートオーシャンロードオープンでは、ブキッチ、ベデネ、ケツマノビッチをすべて2カラレーで下すと、準決勝はハチャノフと対戦。3時間を超えるフルセットゲームの末、7から6、4から6、7から6でシナーが勝利した。決勝では、トラバーリャを7から6、6から4で下し、ATP ツアー2勝目を挙げた。19歳でのツアー2勝目は、アレクサンダーズベレフ以来である。 翌日迎えた全豪オープンでは1回戦で、第11シードのシャポバロフと初対戦。フルセットの末敗戦し、マッチ連勝が10でストップした。3月のマイアミオープンでは、カレン・ハチャノフラを破った後、準決勝で、ロベルト・バウティスター・グルトを下して、初のマスターズ戦決勝進出を果たした。しかし、決勝では、フベルト・フルカチュに6から7、4から6で破れ、 準優勝に止まった。全仏オープンでは4回戦まで進出したが、クレイキングのラファエル・ナダルに敗れた。ウィンブルドンでは初の本戦入りを果たしたが、1回戦でマートン・フチョビッチに敗れた。ライリー・オペルカと組んで、2021年のアトランタ・オープンでは決勝でスティーブ・ジョンソンとジョーダン・トンプソンを破り、最初のダブルスタイトルを獲得した。 シングルスでの同トーナメントでは2回戦敗退。ワシントン DC で開催された2021年のシティオープンでは第5シードとして決勝に進出。決勝までにエーミル・ルース・ブオリ、セバスチャン・コルダ、ジェンソン・ブルックズ・ビーなどの若い選手を破った。決勝でマッケンジー・マクドナルドを破り、ツアー3勝と初の ATP500 タイトルを獲得。 ワシントンでのトーナメント史上初のイタリア人、ファイナリスト兼チャンピオンであり、最年少の ATP500 と最初の10代のチャンピオンでした。その結果、2021年8月9日に ATP ランキング15位を記録。全米オープンでは3回戦で、ガエルモンフィスを7から6、6から2、4から6、4から6、6から4のフルセットで下し、 全米初の4回戦進出。4回戦では、アレクサンダーズベレフに64、64、76のストレートで敗れた。昨年ツアー初優勝を飾ったソフィアオープンでは、第1シードで出場し、決勝で全米でス戦を演じたモンフィスと再戦して勝利。同大会に連覇を達成し、ツアー4勝目を挙げた。コート上での冷静な様や、 オールラウンドなプレイスタイルは、ロジャー・フェデラーと比較されることもある。ジョン・マッケンローからは、10年間で、最も才能のある若手の一人と評され、クリス・エバートからは、精神的な成熟を称賛されている。スピン量の多いバックハンドストロークが、武器の一つだが、これには、スキーの経験が生きているかもしれないと言及している。W イコール優勝、F イコール準優勝。 SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF。 B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。シングルス、11位経験者は太字で表示。ありがとうございます。